注文の多い料理店は宮沢賢治の児童文学の短編集であり、またその中に収録された表題作の童話である。短編集としては賢治の生前に出版された唯一のものであり、童話としても銀河鉄道の夜、風の又三サブロなどと共に賢治の代表作として知られる。短編集としての注文の多い料理店は1924年12月1日、 森岡市の塗料出版部と東京高原社を発売元として専部が自費出版同然に出版された。発行人は森岡高等農林学校の一年後輩にあたる近森義和となっている。署名には、飯鳩武道ブという福田、岩手在住の図画教師だった菊池武雄が描いた挿絵が付された。定価が1円60銭と比較的高価だったためも、あり。 ほとんどが売れ残ったという。収録作品は下記の旧作品である。これに自らの創作姿勢と生き方について言及したと見られる序が添えられている。いずれも末尾に年月日が付されており、それによるとこれらの作品は1921年から翌年の前半にかけて完成している。当時の広告文によれば、 もともと全12巻刊行する予定だった一連のイーハトブ童話集のうちの一冊目として構想されていた。しかし思うように売れなかったことに加えて作品の評判もかんばしくなかったため、ケンジはその後に構想を立てていた童話集の出版を取りやめてしまった。このため、ケンジの生前に出版された彼の単行本は、同年に刊行された詩集、春と修羅と、 本作品集の2冊のみである。また、春と修羅と異なり、収録作品の原稿はほとんど現存しておらず、若干の下書き孔と書き存じ断片が残る程度となっている。本書の出版は、検事のほか、発行人となっている近森、及び近森の出版業を手伝っていた、及川史郎の3人で進められた。近森は、 農業の実用書を刊行してある程度の成功を収めており、その利益を継ぎ込む形で進行のあった、検事の童話を刊行しようという話になった。当初は1924年春に刊行を予定し、その時の署名は山男の4月であった。しかし、刊行が延期され、その間に収録作品と配列の確定、署名の変更があったことが残された。 いくつかの資料から伺い知れる。なお、注文の多い料理店という署名は及川が強く押したのに対し、他の2名は当初、飲食店を対象とした商業テキストと誤解されるのではないかという理由でためらったと、及川は後に記している。この懸念は不幸にも的中することとなった。また、東京高原社という版元の名前は、検事の命名と言われる。この間、 近かの資金繰りが悪化したことから、最終的に賢治は刊行された本のうち200部を自費で買い取っている。しかし、上記の通り本は売れなかった。挿絵を描いた菊池武雄は、知人で赤い鳥の挿絵を描いていた画家の深沢肖像の手で同紙に広告を掲載してもらったりもしたが、大勢に影響はなかった。なお、赤い鳥を主催していた鈴木美恵吉は、 検事の作品を全く評価しなかったと伝えられている。及川は売れ残った本を近所の子供たちにかけっこをさせて順位に関係なく配ったりした。森岡市の公元社森岡の塗料出版部は及川が引き継ぎ、後に民芸品店に転業して、公元社の名前で及川没後の現在も営業を行っている。及川は戦後、敷地に 宮沢賢治飯波東部堂は注文の多い料理店出版の地と記した記念碑を混流し現在も見ることができる。また2006年4月より同社の敷地内に本書の観光などに関する資料を展示したマジエル館が開設されている。塗料出版部は1947年に注文の多い料理店 B6 版を復刻しているが軍人色の強かった。 カラスの北斗七世は全文が削除されていた。その他三番目に収録されている童は、注文の多い料理店は、日本の敗戦直後に行われた GHQ の検閲で引っかかり、物語の冒頭のすっかりイギリスの兵隊の形をしてという部分が削除されてしまったことが知られている。童は、注文の多い料理店は上実した同盟の短編集の三作目に収められており、 短編集の目次には、という制作日の表記がある。森に狩猟にやってきたブルジョアの青年二人が、迷った先で一軒のレストラン、山猫軒を見つけ、入っていくという筋書きである。この作品には、糧に乏しい村の子供らが、都会文明と放浪な階級とに対する、やむに止まれない反感ですという宇宙がついている。聖書用の原稿は現存していないが、前半部分における、 カキ損事断片が3点残っており、いずれも完成型と若干の相違点がある。イギリス風の身なりで猟銃を構えた二人の青年紳士が山奥に狩猟にやってきたが、獲物を一つも得られないでいた。やがて山の空気はおおどろどろしさを増し、山の案内人が途中で姿を消し、連れていた猟剣が二匹とも恐ろしさに泡を吹いて死んでしまっても、彼らは2400円の損害だ。 2800円の損害だと、金銭的な損失だけを気にする。しかし、山の異様な雰囲気には気づいたらしく、宿へ戻ろうとするが、山には一層強い風が吹き、木々がざわめいて、帰り道を見つけることができない。途方に暮れた時、青年たちは、西洋風の一軒家を発見する。そこには、西洋料理店山猫犬と記されております。 入ってみると、当県は注文の多い料理店ですからどうかそこはご承知くださいという注意書きがあるのに気づく。これを二人は流行っている料理店で注文が多いために支度が手間取るという風に解釈して扉を開けるとそこにはまた扉があり、紙を溶かして履物の泥を落とすことという胸の注意書きとともに鏡とブラシが置かれていた。以後、 扉を開けるごとに二人の前には注意書きが現れる。中には金属製のものをすべて外すことといった少し首をかしげる注意書きもあったが、料理の中に電気を使用するものがあって危ないからだ。というように、二人はことごとく好意的に解釈して注意書きに従い、次々と扉を開けていく。しかし、扉と注意書きの多さを二人がいぶかしんだ頃、いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。 お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。という注意書きが現れ、二人は顔を見合わせ、これまでの注意書きの意図を察する。これまで衣服を脱がせ、金属製のものを外させ、頭からかけさせられた香水に巣のような匂いがしたのは、すべて二人を料理の素材として食べるための下準備であったのだ。 西洋料理店とは、来た客に西洋料理を食べさせる店ではなく、来た客を西洋料理として食ってしまう店を意味していた。気づくと、戻る扉は開かず、前の扉からは目玉が二つ、鍵穴からこちらを見つめている。あまりの恐ろしさに二人は、体が震え、何も言えずに泣き出してしまう。すると、前の扉から誰かが呼ぼうとする声まで聞こえ、恐怖のあまり二人の顔は、 紙くずのようにくしゃくしゃになってしまう。その時、後ろの扉を蹴破って、死んだはずの二匹の犬が現れ、先の扉に向かって突進していく。格闘するような物音が聞こえた後、気づくと、屋敷は、跡形もなく、消え、二人は、寒風の中に服を失って立っているのに気づく。そこへ、山の案内人が現れ、二人は宿へと、 やがて東京へと帰っていったが、恐ろしさの、あまりくしゃくしゃになった顔は、どうやっても元には戻らなかった。月曜、女のサスペンス、文豪シリーズ1990年12月10日、テレビ東京、月曜、女のサスペンスの、文豪シリーズの一編として放映された。登場人物や設定などはかなり変更されている。80年後のケンジ。 宮沢賢治映像童話集2013年2月20日 NHKBS プレミアムで宮沢賢治没後80年を記念した映像作品による特別番組80年後の賢治宮沢賢治映像童話集の第1回小さき命の中で実写と CG を合成したドラマとして放送された上記2つはタイトルは異なるが内容は同一である ありがとうございます。